続いてはこちらのコーナー、サマンサのドラチラ。ドラチラやって、ここからはですね、謎のベールに包まれたドラッグクイーンの世界をチラ見せするというコーナーです。もうあのいい加減もうチラ見せすることもないんですよ。ありますよ、まだまだ。お見せしてるからもう。そうですよね、もう一回出していただいてますけど、まだまだね、こんな羽交い締めにされて、羽交い締めにしてますか。本当にドラッグクイーンのパイパン状態です今。いや、はい、まあ、さっきね、体毛の話してましたけどね、はい、してませんでした、そんな話は。お昼ですよ、いい加減してください、はい本当に。はい、まあ、今日はねちょっとあの聞きたいことがありまして、何でしょうか。ドラッグクイーンさんのね世代の話、はい、すごいなんか今見学の方、はい、そう見学の方ね、たくさん、ね、男か女か分からんよ言うてねおじさんです、おじさん、はい、すいません、はい、今日はね見学の方多いですね、多いです、今日はもう見学日和ですから、見学日和です、ラジオ関西見学祭りやっております。見学祭りです、お便りお寄せください、お願いします。はい、はい、まあ、そんな感じでドラッグクイーンのね世代の話を聞きたいんですけど、はい、世代の話、そうそう、まあ、第一世代でシモーヌさんって方いらっしゃるんですか。あ、そう、はいはいはい、世代っていうか、はいはいはい、いや私もそこなんかあんま言い過ぎたらさ、これ結構なんか、はい、センシティブなのよ、世代、ね、世代トークって、あ、誰々世代とか、お前ごときが、サマーサーの朝ごときが語るなって思ってる現役のクイーンさんもいてるかもしらんから、間違った情報が言えないけど、邪魔、でちょっとこの東京と大阪で、うん、またその世代のくくりもちょっと、あ、またちょっと変わってきてる、ちょっと差があるというか、そうなんですね、もしかしたら先輩に聞いたら、うんうん、いやその子はもしかしたら第三じゃないとかっていう感じで言う方もいるかもやから、あれやけど、はい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 、でも今現存の、うんうん、現役で活動されてらっしゃるドラッグクイーンの第一世代の方はどなたですかって言われたら、うんうんうん、はい、関西なら、うんうん、下野深明さんで、下野深明さん確かに京都で、うんうんうん、あのイベントとかをずっと継承して開催され続けてるけど、うんうん、下野さん自体は大阪の方やからね。そうなんですね。そこなんかね、私ヤフーニュースで見たんですけど、はいはいはい、下野さん別にあの京都で、うん、あのそうコアなイベントをずっと、うんうん、あの開催し続けてらっしゃる、はい、方ではあるんですよ、うん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 、ですが下野さん自体は大阪の方です。あ、そうなんですね。ただドラッグクイーンカルチャーを、うんうん、関西ならどこが発祥ですかっていうと、はいはいはい、京都だと言われている。でもこれ諸説あるから、これも諸説あるんですね。これも諸説あるというところだけ、うんうんうん、あの一応正し書きするけど、うん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 、で東京でって言ったら、はい、第一世代の、うんうん、現役の方は、はい、マーガレットさん、マーガレットさん、うん、なんか東がマーガレットさん、はいはいはい、西は下野深明さんっていうところから、うんうんうん、そうやね、まあ、第一世代ということで、そうね、すごいですね。で多分関西では私第三なんです、うんうん、自分が、あ、サマさん第三世代、でも自分より先輩はって言ったら、うん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 、それこそ、マダムココさん、マダムココさん、マダムココさんは多分1と2の世代のちょうど 1.5 ぐらい、でも1でもいいんかな、ココさんの場合は。そうなんですね。まだドラクエって言葉がある以前からされてたと思うから、うんうん、長いんですね。そう、うんうん、長いんですねっていうか、そうやね、いや、そうですよね、マダムココさんで、うん、でその次ぐらいにナジャさんとかですか。ナジャさんは第2なんじゃない、うん、関西で言えば。あとミッツさんとかも、ミッツさんは関東やから、はい、そっか、3、まあ、でもまあ3なんかな、うん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 、やっぱミッツさんは。なるほど、じゃあサマツさんと、いや、ミッツさん2やな、ミッツさん 2なんですね、2やと思う、はいはいはい、私より先輩ってことは、あ、そっかそっか、うん、私が3、第3で3のゾーンにはいてると思うねんけ ど、 でこの関東の第3とかやったらどのあたとかになるんですか。サマツさんと関東で第3は、うんうんうん、ドリアン・ロロブリジーダさんと、よくサマサさんのお話聞きますね。ドリアンさんだってもう大人気なドラッグクイーンさん、ね、今多分日本で一番大人気なんじゃない、すごい、うん、注目してみよう。リル・グランビッチさん、リル・グランビッチさんもう多分第3、じゃあサマサさんの同期、同期って同期って私は思ってたら、うんうん、ちょっと1年ぐらい私の方が年寄りよって言われてんの、うんうん、あ、そうなんですか。そのリルさんっていう方に、うん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 、で関西もミスマリアさんって言って、うんうん、今お店をされてるねんけど、はあ、ミスマリアさん、まあ、でも世代で言ったら3やなと思うけど、うん、はいはいはい、1年ぐらいしかそんなに差がないのよ。そうなんですね。けどマリちゃんは、うん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 、マリちゃんってミスマリアさんね、はい、マリアさんは第3なんやけど、うんうんうん、4の子らとも割と
ずっと活動を共にされてたりした時期もあるから、うんうん、どうなんかな。でも3と4のその辺が私も曖昧、難しいですねその辺ね、どう移行してかなっていうのもあって、タミスマイさんで今第4で、今ってどんない何代世代、6ぐらいまで行ってると思う。もう6ぐらいまで行ってるんですね、うん、すごい行ってそうな気はするけど、うんうんうん、ちょうどだからお家でメイクとかも流行ったやろ。はいはい、流行りました、あのねコロナ禍の時ね。そうだからドラッグクイーンの定義も、うんうんうん、ちょっと多様化してきたというか、はいはいはい、自分でヒール履いて、うんうんうん、自分でメイクができて、はい、自分でショーが考えれてっていうなんか、うんうんうん、なんとなく暗黙のルールみたいなのがあったっぽいけど、はい、実際そうも言ってられへんっていうか、うんうんうん、時代とともに、はい、って考えたらなんかすごくお家でメイクとか、うん、ドラッグクイーンでいきなりも生歌で歌う方とかも出てきてたりするやん、はいはい、そうなんですね。あの口パクショーのリップシンクっていうショータイムっていう、うんうん、はいはいはい、固定したなんかそういうオーソドックスのイメージを払拭するかのような、うんうんうん、でもちろんねあの有名になったその諸先輩方、はい、テレビとかでお茶の間でもあの人気の、うんうん、もうナジャさんミツさんとかは、うんうん、もうコメンテーターみたいな感じで座ってることが多いやん、ね、けどもともとはやっぱりショータイムずっとしてた時もあったしさ、そこもどうなの、もう職業としてドラッグクイーンというか、はいはい、ドラッグクイーンやけど、うんうん、職業としてタレントさんしてるって言った方がいいのかな。いやもうでもまさにサマンサさんもタレントさんですもんね。全然私もタレントじゃない。ほんまですか、うん、タレントさん。いやいやいや、あんた誰って感じ。いやもう多分皆さんからしたらね、もうサマンサさんもタレントさんですけど。いや全然よ。じゃ今の第6世代ぐらいまで行ってると思うんだけど、なるほど。ドラッグクイーン自体は、うんうんうん、あれ黎明期って言うんですかね、はいはい、黎明期とかは、うんうん、経て、うん、まあずっとこうね、そっからもうあのネバーエンディングな状態に来てるけど、はいはい、うんうん、どうかな、うん、あの他のジャンルのものとこう型を並べた時に、うんうん、まだ浅い歴史やと思うねん。あ、そうなんですね。まあ、それこそ歌舞伎の世界とか、うんうん、はいはい、そうやね、うん、まああのうん、そういう、 こう日本古来の、うん、いろんなこう伝統芸能とかと比べてもまだまだ浅い。だって第一世代の方がまだね、ご存命ってことは、そうですよね、うん、うんうん、いやこれからもなんか続いていってほしいです。このなんか第六世代で今一押しの新人さんとかいらっしゃったりするんですか。あ、おるね。あ、いらっしゃるんですね。あ、でも東京とまたこれ大阪でいろいろあるんですよ。あ、そうなんですね。あのドラッグクイーン運動会でちょっとね出られてた方で、ちょっとお若めの方とかいらっしゃいましたね。その方とかが多分第6世代ぐらいなんですかね。いや、そうなんかな、うん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 、で言ったら、はい、そもそもちょっと一押し一押しでいく、はい、教えてください。関西から言っていいか。はい、関西からお願いします。私が結構推してるのは、うんうんうん、推してるのはっていうか、あの自分としてはよ、はいはいはい、サマサさん的、そうやね、アキコカワダシアン、アキコカワダシアン、聞いたことあります。アキコカワダシアンさん、アキコカワダシアンと、はいはいはい、アンジュリーナ・ジュリコ、アンジュリーナ・ジュリコさん、アンジュリーナ・ジュリコとアキコカワダシアンは結構パンチが効いてると思うな、うん、あ、そうなんですね。ちょっと皆さんこのお二人ちょっとぜひ注目してみてください。ぜひアンジェリーナさん、アンジェリーナさんね、なんでもそれ関西はよ、うんうんうん、関西バージョン、はい。まあでもその2人のいいところは、はいはいはい、教えてほしい。まあやっぱ人柄、ああお人柄ね、結局人柄かなっていうとこかな。特にアキコカワダシアンは、はい、あの見てても気持ちいい。え、そうなんですか。もうなんかこう気持ちいいぐらいのお人柄、返しにも剣もないし、はい、柔軟やし、うんうん、かといってなんかこうなんていうんかな、嫌味もないというか。ああ、そうなんですね。あ、うん、この方ですか。そう、うわ、綺麗。違う違う、それはマダムココなんですよ。あ、そうなんです。全然違う人です。ちゃいました、めっちゃ先輩ですよ。あ、すいません、アキコカワダシアンさん、アキコカワダシアン、そうそう、はいはい、けどね、うんうん、あの美貌、はい、その二人が崇めてる美貌系で、うんうん、はい、別品さん枠で言うんやったら、別品さん枠教えてくださいんですか。ビビちゃんって言ってんねん。ビビちゃんさん、ビビちゃんのがちょっと先輩やねん、アキコとその、はい、ジュリコより。あ、そうなんですか。そう、ビビちゃんはやっぱりこう、うんうん、見た目の美しさがやっぱりこう、はい、日本でもなかなか類を見ないぐらい綺麗なの。めちゃくちゃお綺麗ですね、うん、VIVI のビビさん。そう、ただキャラはジュリコの方がおもろい、はい、おもろさで言うたらジュリコちょっとやっぱりね、頭一個抜けてるぐらい、はい、ノリがちょっともうすごいから、はちゃめちゃやから。そうなんですね。またジュリコもそのちょっとメディアでも見れる機会があるから、はい、これから第6世代の皆さんもチェックしていただいて。で、関東は、はいはいはい、私も最近ちょっと、うんうん、あのちゃんとお顔を拝見して分かったんやけど、はい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 、
ピピちゃんっていう子。ピピちゃんさん、ビビちゃんに次ピピちゃんさん。ピピアラモードっていうね。かわいい名前も。ピピちゃんっていうのがいてんねんや。はい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 。ピピちゃん結構おもろいね。あ、そうなんですか。ピピちゃんは、はい、しかも素顔もめっちゃイケメン。え、そうなんや。うん。素顔とかも出してはるんですかね。素顔は出してないと思うけど、うん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 、ピピちゃんはなんか得意技があってね。はい、得意技。虫を食べれるんですよ。はい、え？そう、そっち。なぜかはちょっと私もそれ以上深くはちょっともう触れれないんだけど、はい、ピピちゃんやろ、うんうんうん、でもう一人は、うんうん、ギャビーギャビーちゃんって言ってギャビー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 ちゃんもめっちゃ実はイケメン、はい、あ、そうなんですか。でギャビーちゃんに関しては、はい、なんか人気の恋愛リアリティドラマ、はい、あのあるやんか、そっち系なんかこうネット配信系のドラマ、それにも出てて。出てはったんですか。なんかそれこそガールズコレクション系にも出演されてるんじゃない。はいはい、すごい。なんかてなぐらいめちゃめちゃイケメンやね。ね、すごい。てか二人ともイケメンよ。だから今の東京の子らは。はいはいはい、はい、関西がイケメンじゃないわけじゃないねんけど。はいはい、特にイケメンが多い。なんかもう今風な。ね、なんかそう、お名前もなんかすごいかっこいいですね。昔はさ、ドラッグインでさ、うんうん、なんかビジュアルとかがブスやからやってると思われててんけど。はい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 。それをだいぶ払拭してくれるよね。おお、もうメイクとってもイケメンやで。顔とかの見た目がブスでコンプレックスやからやってるわけちゃうねんっていうのをいくら主張したかって、なんかこうね、なんかこうおこがましさが残ってたけど、最近の頃はなんか化粧とってもかっこいいし、すごいですね。なんかメイクもヘアもすごい斬新ですね。そうだから男女ともにファンがおる、そういう子らはね。ほう、いや皆さんもぜひね、うん、今第6世代まで続いているということで、いやいや、そう、皆さんぜひチェックしてみてください。まあ、そんなドラッグクイーン事情でね、もうドラッグクイーンとばっかり私も最近仕事してるからさ、はいはい、もうちょっとドラッグクイーンとお仕事もしばらくさせていいかなっていうぐらいちょっと疲れてるからこのコーナーもお休みしたいぐらい、ね、いや、お休みはサマンサさんがねいないとなんですけど、うん、でもサマンサさんはね、うん、まあ、最近お忙しいですけど、うん、昨日なんかロケされてました。昨日はフェミニーナさんとロケしてた。あ、そうだったんですか。え、それそれもだからフェミニーナさんってドラッグクイーンやから、はいはいはい、フェミニーナさんとロケってなるともうずっとドラッグクイーンな空気で仕事してるやろ。確かに。え、そのロケはいつ放送とか決まってるんですか。あれはいつかな、うん、あれはまた来月かな。あ、また来月。またあのそれは、うんうん、あのあれですよ、うん、あの近くなれば、はい、この番組でも紹介してくださいますか。ご紹介はできるけど、いや、それよりも多分明日の方がもう放送のやつがある。え、何ですか明日。何で、また明日も明日で、うんうんうん、またフェミニーナさんと、あ、また再び、あとニーハオオシャミ、あ、ニーハオオシャミさんと、この3名の番組です明日は。お、どんな番組なんだろう。それはもうぜひ見てほしいんやけど、はいはいはい、あの題名とかは言える。あ、いいですか。関西ドラッグクイーンが行く大阪来た美食とアートのトリオ散歩っていうやつ。うわ、なんか楽しそう。長いやろ。またもう楽しそう。これ朝の11時から11時30分まで、うん、明日10月の12日土曜日ですね、はいはい、テレビ大阪で放送されますから、はい、皆さんぜひこれ見てみてください。これ見てください。もう、はい、本当に秋やから涼しげやなと思ったら暑苦しい3名でお送りしてるから、うんうん、いやもうなんかね、インスタの方にやったそのロケの内容みたいな感じでね、そうそう、アップされてますけど、ちょい出しでね。なんか皆さん衣装もめちゃくちゃ派手でしたよね。これ派手というよりも、はい、あの本当に衣装何色って被らんように、うんうんうん、ちゃんとこうネタ合わせしていくべきやのに誰も何にもそんな触れやんと言ったもんやから、これ行っていきなり来たらみんなイエロー系やって。しかもネオンですよね。ネオンイエローで揃うこと、なんかこんなことあるっていうぐらい行きぴったりですね。皆さん本当に個性と個性ぶつかりきってんのよ。いや、ほんまに、え、これ衣装合わせなしでこのカラー揃った大渋滞ですよ。すごいですね、個性の大渋滞。でもこれロケ中めちゃくちゃ目立ってたんちゃいます皆さん。いやいや、それはね、ね、皆さん目立たずにやれないよね、ドラッグさんでロケすることはね。いや、これちょっとぜひ皆さんね、明日テレビチェックしてみてください。結局質問は何、世代の話やったの。質問は今日はね、世代の話ですね、うん、はい、であとちょっと、まあ、昨日ロケされてたから何やったんやろうって。何げでもこの世代の特徴はってメモしてるの触れてないけど、いいの、それいきましょう。はい、あのもういいけど、いや戻ります。戻らんでもいいけど戻らなくていいですか。世代の特徴は、はい、教えてください。ナジャさんの世代、特に関西のナジャさんの世代の、うんうん、第2世代は、うん、皆さんスーパーモデルズに詳しい。スーパーモデルズ、そう、それは何なんですか。スーパーモデルズ、海外のモデルさん。スーパーモデルズっていうのは海外にいるもんですよね。あ、そうなんですか。いや、やっぱりいました。日本でそんなスーパーモデルって言われた方。いや、まあ富永愛さんとか。まあ富永愛さんはね、はいはいはい、でもやっぱり海外ってその当時からすごいいろんな方がいらっしゃったから、はい、ボーグの表紙を飾るようなスーパーモデルにすごく詳しい方が多かった。あ、そうなんですね、うん、モデルさんで第3世代はちょっとどちらかというととっちらかってる感じ、うんうん、私らの世代ははいはい、で第4世代はもうどっちつかずみたいな感じ、うんうん、あ、そうなんですか。そう、あ、フェミニーナさん第何世代。あの人ね、はい、4なんかなと思ってたけど、うんうんうん、意外と 4.5 ぐらいなんかな。そうなんですね。割と4のその4か3か、うんうん、私は3ぐらいでいいんじゃないと思う、うんうん、ミスマニアちゃんと近い感じやけど、はい、
言っても4、5歳差があるのよね。あ、そうなんですね。まあ、そうか、皆さん年齢もね。でも見た目はどう見ても私より親分だよね。いや、その親分です。親方気質やしさ、親方感ありますね。態度も割と大きめやしさ。あ、そうなんです。何かあの人が小ぶりなもの私は見た試しがない。うん、いやまあね、そんなよう出てくる名前ですけどね、ファミリアさんもね。でもグローバルが進んでるから、ね、世代が若くなったらね、うんうんうん、みんなやっぱりこういろんな国にルーツを持ってる子も増えてきたし、あとなんか海外のドラッグレースの影響を受けた方ももちろん多くなってきたし、うちらの世代とはそこが違うとこやし、でやっぱりこう英語が堪能な子たちも増えてきたりとか、あのコンテンポラリーなことができたり、はいはい、やっぱりダンスのそういうコリオなんかも得意げにパッと作れたりとか、うん、はい、例えばワールドツアーできてるドラッグレースに出てるクイーンさんの今度あの公演が東京と大阪であるんですよ、はい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 、それにもなんかパッと出てたりするような、すごいよ。もうなんか私らもうついていかないへん、あんなもん。あ、そうなんですね、うん、それがやってることも泳ぎになっちゃうぐらい。特に私なんかショータイム割とそんな好きじゃない方やから、はい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 、そんな感じ。特性はありますね。サマンサさんのいつかねショータイムを見てみたいですけど。いや、もうそれは一生見せたくないです。え、そうなんですか。はい、もうやめてください。はい、わかりました。はい、以上でいいですか。はい、はい、今日のねドラチラそんな感じで、はい、はい、こちらのコーナーの内容やオープニングトークや、はい、サマンサのワールドトリップは各種ポッドキャストでも配信しています。これもう次からリエちゃんが読めばいいと思う。はい、読みましょうか。じゃあ、ね、はい、いきますね。はい、はい、こちらのコーナー内容そこは読んだんですもん。あ、そうですね。はい、はい、これまでに起きた事件、こんな界隈ではこんなものが流行ってる、今ドラッグクイーン界で一番モテている俳優はこの人という話や、うん、最近あったドラッグクイーンさん仲間との他愛ない出来事、ドラッグクイーンにまつわる話題、最新トピックスでも OK ということでね、これからもいろいろあのドラチラでいろんなサマンサさんを見せてください、うん、私が読んでほしかったのは過去の放送も聞きますので、そっちからですね、っていうとこなんですけど、ね、戻っちゃいましたね。また今日このドラチラ戻っていいってしてますけどね、うん、はい、過去の放送もね、ポッドキャストで聞けますので、そちらもよろしくお願いします。はい、以上サマンサのドラチラでした。はい、